皆様こんにちは、モンスターファーム2の実況プレイ動画を始めます。頑張っていきましょう。今回動画をお送りしますのは私セントスと、やーったやーただったでした、やー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 セントスだした、セントスだしたかだし、ふざけんなよマジで、ふざけんなよほんまに。いや結構ねいろいろ考えたんですけど、ちょっとやっぱ今日ひげ剃ってないし顔出しはできないなと思って、このような形を、オフレ皆さんに言います、オフレさっきの収録終わってオフレコでさあ S になったんでちょっと出してもらいましょうかと。まあそうですね、約束なんでね。で、あのこやつはあの、はい、ものすごい勢いで、いや無理っす、てか S ランクだったん僕の実力なんで無理っす言い出して、いやお前なめんなよ、ざけんなよと。もう約束は破っちゃダメでしょと。ああ、まあ約束破っちゃダメですね。で、じゃあちょっとちょっとヒゲとかボーボーなんでちょっと剃ってきたら準備しますとか言って、はい、ヒゲ剃ってきて、私はもうルンルンで おしっこ行って戻ってきて、はい、よっしゃー言うて、まあだからまあだからお待たせしました。大成功です。な、いや リアルは何も大成功じゃないから。いや。この実況は何も大成功じゃないんで。いや実況、何を言ってるんですか、これはもう完璧なゲーム実況ですよ。いい加減にしまってですが。ふじゃねえから。あ、いやでもほら、このかっこいいでしょ、ちょっとおだまり、こういう顔はアキラさん割と好みじゃないですか。あのマイク多分全然聞こえてないし、ほんでえ、あ今聞こえたけど、あのアンパンマンの仮面に邪魔されて、セントスさんの、あのせっかくの声が全然入ってないと思うんですよ、レベル。そういうことか。めっちゃでかいと思うんですよ。確かに声入ってないかもしんないでしょ。はーずーせん、はーずーせん、何言ってるんですか。はーずーせん、外さないんやったら私この授業やらないですよ。もうでもほら見てください、ほらサイン来ましたよ。黙れ黙れって何、丸を押すな、丸を押すな、丸を押すな、今から進めないから。進まないっすよ、そしたら。いや、私コメントの人に今何を言われようが、私はセントスさんのそのバゲの皮を引っぺがすから、その善人みたいなバゲの皮を。いや、善人ですよ、アンパンマンは善人ですよ、全般。あ、じゃあ分かる、取りますよ、怖い、ほんま。だってそんな顔が動いてるだけで、なんとなくのジェスチャーしかわからないじゃないですか。もうなぐ、なんなんこいつ、アイドルなんすかこの人。こっちとらね、もうそういうお着替えシーンいいから、ブラジャーちょっと見せて、うわー、パンツ見せて、うわーみたいな、そんな言いませんから。こっちとらね、このクソ汚い言われて、やーだって、私は勝った。いやー参りましたね、もうベガ帽子かぶってどうですかこの T シャツ、誰、ケースケーさんにもらったケースケーさん T シャツです。似てないっすね。似てないっす、タイで買ったらしいっす。ああ、はい、びっくりした。ちょ、前髪があれ、オーダーメイドにしてはちょっと中途半端すぎて、なんか面白いなと思って。もう大丈夫っすって、この子ほらピカーン、ほら、ああ勇気あるなそれ。まあいっか。あ、髪の毛あるっぽい。セントさん、あのね、言うときますけど、言うほどですよ。はい。もっと盛り上がってる人、マジ盛り上がってますからね。そうですかね。いやでも、なってますから。ちょっと今日、旅行帰りで、割とひげも剃ってないし、なんか。セントさん、最近旅行行ってますね。いやあんま行ってないですよ。丸押していいですか。あ、おう。よし。はい、ご苦労様。はい、セントさんのご苦労様。あ、今の私とこれじゃないですか。はい、セントさん、ご苦労様。はい、確かに。って言うて。あ、はい。なんだこれマジで。はい、確かに。では失礼いたします。はい、セントさんは失礼しないでくださいね。なんだろう、ああ、ああ、もう複雑なテンションだ。ああ、緑色ですよアキラさん、ほら顔出しおめでとう。違うわ、ワールドモンスターズ杯ですよ、ついにね、四大大会に連れてきたよ、挑戦するってわけですよ。顔出し大会の招待状だい。なんかシャツがね、ちょっとダサいから、地方のモンスターが顔出しでやってくるんだね。かっこいい服。
皆さん見てこれ、あの耳垂れウサギやねんけど、ガウの耳っぽくないですか。いや、あ、そうですねですよね。そうです。頑張って優勝狙おうね、トスケさん。イエイ、ハイタッチ。あ、下、下、イエイ。あ、こう、こうですね。よし、どうしちゃったんすか、アキラさん。昔の友達とアキラさんどこ行った。やっと念願かだったからテンション上がってんすよ。ああ、ほら、ガウも大股開いてセントスセントスって出てきた。もうやだ、酔っ払ってるな。もう酔ってねえし、まだで、ちょっとこれから四大大会に出るっていうのにいいんですか、そんな浮かれたテンションで。これから地獄の四大大会の出るのに我が子の応援にハイパーテンションで行かない親がどこにいるんですか。なんかおばちゃんがあのちょっとねぎらってくれてますよ。え、何このなんか哀愁漂う表情。私はもう引退するよみたいなね。頑張ってるみたいだね。私はもうダメになっちゃったんだ。よし、お、ええ、本当こんなこと今までありましたか。ないです。いつも普通の安売りじゃなくて大安売り。これ相当安いんじゃないですかね。あ、これえ、お、絶対クソババア、それが言いたかっただけやろ。新作のね、あ、なんだこれ。うわあ、もうこれもともと原価、1000円ぐらいのもんを普段2000円で売ってるんだけど、なかなかに売れないから頑張ってるね。どれですかね、あれ今のなんだろう。300円で売るよ。トロロン、あ、トロロン増えてるじゃないですか。確かに、あれでもなんかそれ以外増えてる感じじゃないけどな。トロロンってなんかあの攻略ページ見とった時に、はいはい、すごい重要なアイテムとして書かれてましたね。あ、そうなんですか。なんかパラメータが上がるけど、あのモロハの剣的なアイテムがあったと思う。あ、まあそうだと思いますけどね。多分あんまり使っていいもんじゃないんじゃないかな。で、なんか完全にあのなんか麻薬みたいな名前してますもんね。いや、あの、あんまり詳しくないんでわからないですね。トロロンみたいな。それ言いたいだけでしょ、トロロンって。ねえ、ちょっと顔出し緊張するんですけど、俺ちょっとやだ、向いてないわこれ。は？いや、アキラさん、そう、顔出しがね、ちょっと放送のな、どんだけやってるんか。じゃあ、あれはほら一定の緊張感あるじゃないですか。家から顔出して配信とかなかなかないですよこれ。テントさん、はい、あなた実況者にとって緊張感というものがどれだけ大事なスパイスかってこと。違う違う、ゲーム実況は日常感が大事。みんなは同じ空間でゲームを楽しんでいるっていう空気を楽しんでいきたいんですよ。いや、だからセントスさんも出すのが当たり前ですよ。なんで片方だけ出してセントスさんだけ今まで出せなかったんですか。そんなこと俺に言われたって分かるわけないでしょ。いや、あんたが出せっつったんだろ、お前。あんたが出せっつって出してみたら、お前、私一人でお前セントスと買うとこにもないんですよ。すぐ切れっからな。今まで私我慢してきたんですよ。我慢っていうか、あの我慢してきたの。突っ込むこともめんどくさいから、もうやめてきたんですけど、うん、S ランクになったらっていうのは私はずっと、はいはい、その希望を、一番の希望を持ってずっと今までやってきた。はい、イエーイ、セットスタートキンキンキン、イエーイ。最初は A ランクって言ってましたもんね。はい、最初は A ランクで顔出しつってたじゃないですか。そう、だから情報したんですよ。うん、あ、そうですか、ありがとうございます。じゃあちょっと、あの、冷凍しますね、寿命がもったいないんで。はい、モンスター冬眠、誰で時間潰しましょうかね。ガシ、俺ちょっとね、顔が最近むくんでて、ちょっとやっぱりほら割とこう2枚目半みたいなとこあったから、それがちょっとすごく、誰回答します。顔は、ああ、そっか、そうです、そうですね。俺の中でやっぱりどのモンスターもみんな大事です。モンスター入手、じゃあ買うモンスターは大事じゃないってことですね。あ、そうです。ね、食用って感じですね。せっかくなんでまだ育てたことないハムちゃん買いましょうか。ロードランナーはいいんですか。ロードランナー育てた、ロードランナー種はちょっと育てたことあるでしょ。こんなんいましたっけ。いや、嘘かも。まあハムでいいですよ。ロードランナーが入ってるなんかみたいな。ヘム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 、すごいなんかオーソドックスなパラメーターですね。小回りが効きますし、おまけに結構パンチもあるんですか。ヘムヘムヘム、結構パンチもあるんですよって、これ言います、年頃の女の子が。いや、言うでしょ。言います、アキラさん。クラブ行って、あ、おまけに結構パンチもあるんだよねみたいな。
いや言いますよ、10代から言いますよ、ちょあいつのキャラバリパンチ効いとるよなとか言いますよ。そうっすか。セントさんどういう意味のパンチに取られたんですか。これっす。うわぁ怖っ。なんか顔見え、やっぱね顔見えてるといいですね。アキラさん多分そのアキラさん、やっぱアキラさんはキャワワタムみたいなスイーツ女子たちが泣いてますよ。そのなんか変顔で食ってこうみたいな色物キャラになっちゃって。いやって思ってねえから。毎回化粧するのめんどくさいだけだから。でも今日最後とか最後もうクライマックスだから化粧しようと思ったけど、はい、それ次に撮っとこうと。なかなか私が化粧するような遊びに行く前だとか用事に行く前仕事に行く前とかに実況のタイミングがあったらよかったんですけど、はい、あいうえおっぱいにしましょう。やだやだ絶対やだ絶対だ。あいうえ男にしてください。あいに飢えたあいうえ男。これあのダウンタウンのごっつい感じのネタなんですけど。あー分かんないですごめんなさい。じゃあどうせでもあれですよ、休息させるだけですよ彼。うん、だから愛に飢えてるんですよ。へえ。僕は1週間だけに育てられた、その後すぐに冷凍される。僕は愛に飢えたままこの冷凍された中でホルマリンの中で育って。ホルマリンじゃないですよ。招待状が10月の第2週に今届いた。だから1週間、2週間、3週間休ませて回答すればいいのかな。ちょっとセーブしとくか。かもね。俺ね、ゲームの理解力結構上がってますからね、アキラさん。知ってるからアドバイス勇気にならなかったんですよ。あ、そうですか。絶対テントさんのがもううまいもん、絶対。あ、そうですか。あ、なんか聞こえる。烈風拳って言いませんでした。言ってないです。言ってないですか。やっぱもう一回聞きましょう。あ、いや次の週が始まった時まあ聞いててくださいよ。あ、最後のダンマズマ。そうです、ここっす。ほら出って言うって言ってる。言ってねえから。言ってますよ。やっぱやっぱって言ってます。これどうするんだろう。あれこれこの週にもうすでに交代した方がいいんですかね。ですね。あれあるあるある、大丈夫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 。あいやいやいや、1ヶ月後やったんですね。イエス。やっぱやっぱ、でも任天堂らしくしますね。いやなんかやっぱちょっとポロシャツでキリッと決めたかったな。ベガだから。違います。ベガだから。やっぱほらもういい年だから、やっぱり服にお金かけてるとこ見せたいですよ。このタイ土産の KSK T シャツなんかちょっと、あどうでもいいんですけど、はい、あの今セントさんが顔を映したことで、はい、その放送ツールのあのマイクゲージは見えてるんですね。あーはい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 。でか、私の声だけバリでかくてセントさんの声がちっちゃい気がするんですけど。いやいいんじゃないですか別に。俺の声は絶対に聞こえるから、アキラさんの声が聞こえれば別になんかちょっとぐらい大きくたってそんな不都合はないと思いますけどね。いやでも普段からやかましいからちょっとなんか悪いな思うてな。ごめんなお前ら。サンキューなって言うんじゃないですかそこは。違うから。にわかすか。私の放送であったコメントなんですけど、はいはい、アキラいつもサンキューなってコメントが来て、キッシャーかいつキッシャーって言って速攻晒し上げて流行語になったんですよ。うちの放送のかわいそう。そっからサンキューなの、サンキューがカタカナでナーがひらがなで丸がつくんですよ。てんてんてんサンキューな。まあアキラさんちょっとイケメンではありますよね。いや別にそんな返答求めてなかったですけど、いやなんか割とあの女の子がそういうこと言いそう。いや女言わんすよ。男が言うんすか。男が言う前提。横島ちゃん、はい、先生に言われたやつ持ってきたよ。横島くんいつも頑張ってるもんね。横島くん、あの神崎。うん、神崎。何神崎、その
ほら、鈴になった。まあそうっすね、肉片ですね。神崎って誰ですか？はい、あ、ガシ。クソ寒いですね。あ、どれだっけ？あ、いたいたいた。HB って何かと思ったよ。HB 何でしたっけ？覚えてないですよ、もう。あの鉛筆似てるから。でもその後に、やっぱり2リットルペットボトルの3本集まりに見えたんで。かん。あ、眠そう。あはは。じゃあ行きますよ。地獄へ。行こっけ、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 動け。これね、結構やばいと思うな。ガウの最初、四大大会か。いや、四大大会初めてですけども。いけるもんなのかな。まあ、かなりちょっと気合い入れてきますわ。技も少ないですけどもね。そうですね。慢心はせずに、銭湯さんが培ってきた思い思いのことを、これ牛肉みたいですね。あ、そうですね、確かに。やっていきましょう。なんかもうほうれい線が消えなくなっちゃったんですけど、どうしたらいいんですかね。あ、私に言ってるんやったらもうちょっとどうしようかなと。いや、まあ、まあそうですね、五分ですけど。でも自分はそんなほうれい線ある方じゃなかったんですけども、あ、とりあえずまあ大会行きましょうよ。はい、この World Most High Grade S 大会決勝総合作戦。あ、でも人が少ない、賞金も高い、これ負けるわけない。4体、4体、ユーチューブ、10、結構いけそうっすね。10,000。あ、何これ。やべえ、これ演出。すごい。やばいな、これ。やばい。かっこいい。はい、力入りでどうぞ。気持ちのいい秋晴れになりました。ここはトーブル競技場。その中、いよいよワールドモンスターズ杯スタートします。これはいつもと一緒なんだな。なんかでも入り方良かったな。でもあんな足音します？ガウがカツンカツンカツンみたいな。それはトスキラです。あ、すいませんでした。4体ですよ。ゼランディア、完全にテイルズの回しもんですね、これ。あ、そうなんですか。知らないです。これでも、他の名前がちょっと見えないな、背景と。はい、ドルガードとシアラ。ゼランディアはかなりの悪みたい。悪技には十分注意しよう。悪技って何なんだろう。とりあえず遠距離、近距離、どっちが強いかがちょっと分からなかったんで、ゲージためをどの距離でするかですね。悪技はなんか賢さ技的な感じで、ちょっと特殊な感じで、悪ければ悪いほど、バラモス、あ、賢さだわ。じゃあ近づきます。うわ、すげえパラメータ高いな。うわあ、やばい、インフェルノですよ、技目。あ、うわあ、危ねえ。あ、頑張れ頑張れ。いや、すごいな、本当に頑張れ。曲もやばいし、曲もほんまに曲すごいな。もうが、ペースが上がるごとに高揚感がすごい。あ、いた。あかん。あー、びっくりした。ファイヤーブレス、一距離きついですね。よし、はい、あー、あ、弱。ええ、いけるいけるいける。そのままバチコンバチコン。ちょっと待って、こあーですよね。お、根性。そして叩き潰す。え、超弱いわ。すごい、やー、ガウそんなに強いな。ガウ強くなりましたね。まさか、やっぱ寿命って大事な部分ありますね。まあ確かに確かに、それは間違いないですね。で、気づきました。今までみんなが、あー、もったいないもったいない、あー、もったいないもったいない、うちらなんか、あ、すげえ、プリンセスシアラ。コンパニオンや、あいつ。コンパニオンじゃないですよねえ、もうなんか、ゲームの主催ガウさんですっていう、あの悠々白書の、あの暗黒舞踏会の。あー、確かに確かに。言いたいことはわかります。いやー、あれいいっすか、これしちゃって、これしちゃっていいっすか。はい、ビンタじゃダメなんですか。あ、海の、あ、怪獣だ。あー、ついに来ましたね。しかも透明、腹出てんな。うん、私みたいだね。あ、いや、そこまではね。 2% ですよ、相手の攻撃ガッツ様つないとはいえ。もう殴ります、適当に。あ、もういいでしょう。うん、早く、こんだけ確率あったら早く勝負する方がいい、ね、そうっすね。多分
雑に戦ってもね、はーい、いけると思います。いや、油断するべからず。まあ、油断はしないですけど、とりあえずまあ倒せると思います。ビンタ行きましょう、ビンタ。まあ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 、猿にビンタで倒されるクジラの図はここでしか見れないですね。まあこの猿がただの猿かな。猿の惑星にしようとしてる猿なんじゃないかなっていう、そういうところですよ。あーあー、さあいいんすか、シアラ、シアラやっちゃっていいですか。あ、はい、これやっちゃっていいですか、これ。はい、シアラのシアラをこうするんですね。シアラのシアラってなんだろう。あ、でもプリンセスシアラ結構強いな。皆の者、私はピクシー族王女の名にかけて頑張ります。応援をよろしく。なんだろう、賜りたいと思っております。負けませんよ、ガウさん、よろしくお願いいたします。もうピクシー族、私はピクシー王女の名にかけて叩きつけてボンボンボン。あ、やっぱ賢さっすよね。わあ、これはピクシー族の王女でしわ。え、見た目変わんない。あ、恐竜との愛。あー、なるほどなるほど、これ強そうだな。危ない、最強のピクシー。うわ、でももうな、ガウが肉厚になってすごいプレッシャーですねこれ。おー、危ない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 。もういっちゃいませんか。いや、これはね、一撃できちんと決めた方がいいと思います。あー、すごい、サチュリア選手じゃん。そうです、私のアドバイスなんてもう必要なじゃん。違う、そういうことじゃない、自虐ばっかして、ごめんなさい。はい、先頭さん、あ、あー、やばいやばいやばい、大丈夫、はい、2割あなたに、そして甘木氏を来たれ、ただとす。 Now is time I want to tell I've been buried in a solo But something strange inside A meaning had me でない、ほら、冷やえてる、やだ、恥ずかしいわ。え、ヒゲ見られてる。いや、ヒゲが生えてることをがバレてしまった、今のでと思って。全然見えないですよ。いや、あの、近づいたらちょっとだんだん近づいてください。だんだんヒゲ近づいていく、セントスのヒゲはちょっとレア、見たい人も中にはいるんだろう。なんで歌詞がポンポン出てくるんですか。レアだけど、次収録するときはもう完璧に仕上げてきます、顔をね。うん、もうこれから最後までセントスさんずっと顔出しだからね。わかりました、ワールド顔出し杯、セントス顔出し杯1位に輝きました。セントスさんの顔出しも堂々のはじゃ。何を言ってるんですか、アキラさん。セントスさん、はい、最後まで楽しんでいきましょうね。あ、そうですかね。あ、いや、そうですとも。ですよね。そうです。ほら、セントスの顔の人気もどんどんうなぎ上り。そうですね、たまにはね、男に普段ね、ヒゲを剃って男の人がちょっと3日ぐらいお風呂入ってなくて、あーって言って、3日もお風呂入ってなくないわ。毎日が生えて毎日入ってる姿にキュンとする女もおるんですよ。3日間お風呂入ってない男にキュンとする女の子はちょっとやだ。いや、あ、ごめんみたいな、そういうなんか、あの、何もかも投げ打ってどうでもいいみたいな感じの武将ヒゲと乱れた髪の毛、はっ、この人ワイルドだったんだっていう、そういう女子は多いと思いますよ。そんなオイリーな髪の毛でいいからキスさせろよとか言ったら、もう相手の方はメロメロピュンですか。まあ、そうですね、あの、ピュンコピュンコピュンって感じですね。なるほど、狙っていきたいですね。はい、はい、あ、ライフ増えた、ピュンコピュンコピュン。顔が見えてるっていいですね。いや、俺は不安しかないですね。いや、私は安心がありますから。あ、そうですか。今までどれだけ一人で不安だったか分かりました。分かりません。うぅぅぅぅぅぅ、いいっすね、アキラさん、なんかこの昭和っていう感情表現がね。はい、カララギマンゴー、こいつね、必ずカララギマンゴーをね、食わせろって言うんですよ。うわ、やばい、ちょ、待って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 、なんすかなんすかなんすか、今日夢でカララギマンゴー出てきた。知らないですよ、そんなこと。小さな初めてカララギマンゴーが出てきた。ガブが好きだから、そっか、まさ夢だったんだ。まあ、あの、60円なんて安い男ですよ。私の夢の中のカララギマンゴーは骨付き肉みたいに、この身に骨がついてて、はい、で、外はあのチーズみたいにツルッツルしてて、はい、でもかじったらリンゴなんですよ。
怖っ。ねえ、怖い。アキラさん、幻覚を見てるタイプだな。ちげえよ、夢だっつってんだろ。まあ、そうか。そうっすね。それ、居酒屋のなんかメニューじゃないですか。なあなあだん、なあなあだん、なあなあだん、やまだん。やったって言いたいのをちょっと抑えて、みたいな。コルトの可愛い女の子から。あ、サインだよね。はい、どうも。もう、今、貧乏ゆすゆしてますよ。カサカサカサって感じ。はい、はい、助けなさい、消えたー。キモい。あー、もう色がどんどんすごいことになって、赤いですよこれ。朱色かな。え、いつも一緒ですよ。だなったー。あー、え、でもこれ四大大会がみんな五分だとしたら、正直四大大会も通過点ですよこれ。でももう一個の四大大会をやって八、ほんでそんで次9で四大大会制覇で名人じゃないんですか。アキラ5名と。そうか。いや、なんかでもこの四大大会以上の大会もあるらしいんですけども、はい、それは名人とは関係なしにってことなんですかね。今開拓杯とか二大大陸対抗戦っていうの二つはちょっと記憶にあるんですけど、はい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 、はい、それと名人になるのとあんま関係ないんかな。どうなんだろうな。まあとりあえず消化してってみましょうよ。オッケー。じゃあどうしようかな。一旦失礼しますかな。次の大会ぐらい行っちゃいましょうか。うん、今から始まるトスキだとがう会え握りつぶし豆苗を育ててる。2018年2月第2週、次の四大大会はグレイテスト4グレード S。 3年後にはこんなモンスターたちの私たちも暮らしてるんだね。大会4体の1万円がかかった大会でございます。四大大会第2戦目いっちまうぜ。くるよ。今手がトウモロコシに見えました。お腹すくな。すきますね。す、はい、すきますね。すいてるからでしょ、それ。そうです。もう単刀直入すぎませんか。あきらさん、ほら、あた演出。この勝利の青空、掴み取ってみせる。もう曲かっけえもんな。かっけえ、かっけえ、マジかっけえ。うわ、なんかあ、かっこいい。スーパーファミコンとかのスポーツゲームみたいな感じですね。もうなんか一個一個がゲームタイトルのロゴに使われそうなクオリティですよ。なあ、すっかり涼しい季節になりました東部地方。その中、いよいよグレイテスト4が開かれます。グレイテスト4やばいな。はい、コルト、トスキラさん、頑張って優勝狙おうね。はい、パード248。何ですか、それ。さあ、対戦は、まずナンバーワンガウ、ナンバーフォーゼーランディア。いきまーす。さあ、ただの猿が黒い竜に黒竜にどれだけの力を示せるのか。国王号、我々人類の進化のもととしてもこの試合は見逃せないものとなっております。ちょ、俺今気づいたんですけど、顔真四角じゃないですか。大丈夫ですか。真四角じゃない。誰が。俺です。いや、大丈夫です。ちゃんと卵をた。本当ですか。真四角じゃないですか。ああ大丈夫です。さあ、ゼランディア、ただ猿の叩きつけにこの骨組み野郎は、やっぱりそれではね、やっぱりそれでは竜のプライドなくなるからね。三度叩きつけられ、ゼランディアも怒るしかない。これも怒るしかない。その中で最後にプライドをズタズタにされるビンタ、この覇者スケルトドラゴンへの最後の攻撃ビンタ、これで殺される。これまさに竜の恥さらし。後で集団認知食らうこと間違いなしね。目笑ってません今。あんたの目なんか見てないね。もう目が笑ってないって言われることすごく傷ついていて。いやいや、今さらっしょ。そうですか。よっしゃ、ガウちゃん行っちゃえ。カーマイン、やばい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 。どっかから来た死者ですよ。レンタン、タナトスさんと比べたら、はい、これ、ヒーローみたいなやつ。
デスカッター、こいつとガリだったんかな。で今回はこれとドラゴンのやつだったのか。ちょっと70枚貯めますね、一応念のために。曲がなんかノリノリなのか。ああ怖い怖い、てか怖いな敵の攻撃が。音楽いいや、音楽いいや。はい、やべえ、さすが神。わらわに。やばいやばい、ちょっと待って待って待って、おかしいから。のようなアナログな分立で物理的攻撃。今の軽く聞いたぞ構造だが、しかし次はなかなかやるな。だがしかし次はこのようには、なんと魔王よ、力をつけております。この三度もお気をつけください。汚い血を吐く表現が。あとアキラさんが倒れると部屋の汚いことが露呈しますよ。うん、全部汚い、全部汚い。まあ、見て、アイウエ男の英語版、はい、ラブレス。え、そうなんですか、ラブレス。ラブがないってことですからね、愛に飢えてるみたいな。違う、そういう意味じゃないですよ。ラプラス、あ、うん、ラブレス、そういうことなのかな。ハートレスみたいなことかな。じゃあ情報見ますね。はい。頑丈だから苦戦するかも。頑丈なのに大技を受ける。よし、つまり慎重にってことですな、はい、そうですね。ガッツをマックスまで貯めて、しっかりいきます。ちょっと離れましょうか。なんだろう、でかい巨大タイプなのかな、巨大ポケモン、巨大タイプ。あ、かっこいいよな。でもちょっと我が名は円卓の騎士ラブレス。すごいサイモンって感じがする。サイズ受ける。いや来るな来るなって感じ。ぶとわり乱れつけいやぎれ。おっと、我をここまで後ろまで遠ざからせたか。我をここまで後ろまで、ここは飛行であったからな。おっと、ここでおお乱れつけ。あ、やばい、結構強いぞ。大丈夫か。さっきから死だけどね、この人ね。おお、やばい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 、ちょっと待って、ちょっとやばいな、落ち着こう。ピンチ、初めてのピンチ。ちょっと待って、おぶねえ。てか辛いすぎか、そうなったる。あかん、古典的、古典系って叩きつける。大丈夫です、大丈夫、いけます、いけます。はぁ、古典系って叩きつける、なんでやねん。てか 99% だし、はい、回が低いんだからさっさと殴ればよかったんだ。危なかった、ありがとうございます、ありがとうござい、ます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 。コスちゃんの言う時でしたな、コスさん。なんて言いました今。いや、コスさんの言う通りやったな思ってね。コスさん、あー、コールドね。そう、あの大技、不意の大技、不意ちゃうかったかもしれんけど、大技くらったらあかんよで。これは、道化師と、うーわ。所詮は古き生き、所詮は古き生き物、我のような新時代のこの神に勝てる。勝った間顔でした。やっぱ俺顔四角いと思うけどな、アキラさんと比べると。そっちで頑張るから。あーすごい、うわーすごい、勲章がなんかもうなんかエンポすげー、人類大会の一つ。あっ、うわっ、怖っ。旗の一つ一つが四大大会の一つで、この旗のうち2つ制覇したってことですよね。そうです、そうです、4大だから、だからもう4大陸、ユーラシア大陸とアフリカ大陸をすでに制覇してるんで、残る大陸はオーストラリア大陸と日本大陸ぐらいです。南極は、え、な、南極は、あ、南極、びっくりした、南極って言いませんでした今。いや、言いました。アキラさん、アメリカの州を5個言ってください。ペンシルバニア、え、なんすかそれ。ペンシルバニア、ニューオーリンズ、何それ、イリノイ州、今ガウが2って言ってましたよ、2って。ニューヨーク州ってこと。はい、ちょっともうやめましょうこの話、俺ちょっと分かんない。いや、セントスこそ言ってください。ラス、あ、アイオワ、あとアイオワ、アイオワの友達がいるんです。ラスベガス、ニューヨーク、サンフランシスコ、
ただそれが州なのか市なのかどっちか分かんなくって、ハワイ、あ、ハワイはハワイ州なのか、日本、ハワイ市、ジャパン、ジャパン、ハギさんやっぱりちょっとイケメンっすよやっぱり、チャイナ、てか顔の輪郭がちょっと俺よりイケメンなのがちょっとやだな。ほら、てんてんてんって言ってますよ。トスキラさん。来たよ。さあ、四大大会制覇したということで、二つ目なので、7段から8段へなりましたね。じゃあ次、行ったら9段。ほんで最後の四大大会制覇で10段で、大臣だ、名人だ、偽装合体、名人だ、ありそう。ナイス。奇想合体、名人だ。これやったらありそう。ないです。じゃあやって。奇想合体、名人だ。ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。これだ、失礼いたします。いや、この前がまずい。これまずいよ。セントさん、セントさん。